キングプリンスへの元メンバー、平野仕様のインスタグラムが笑い沸騰。可愛すぎるプライベートショット公開。日本の人気タレントであり、キングプリンスへの元メンバーでもある平野市用26が、自身のインスタグラムアカウントのフォロワー数がわずか4つに近んで300万人を突破しました。この驚異的な快挙に対して、多くの祝福コメントが寄せられています。 平野紫仕様は2021年5月22日にジャニーズ事務所を退所しました。そして2021年7月7日には滝沢秀明さんが設立した株式会社トベに所属することを発表し、自身のインスタグラムアカウントを開設しました。その後、 彼のフォロワー数は驚異的なスピードで増加し、わずか4日後の11日には300万人を突破しました。平野仕用のインスタグラムの人気は、彼のプライベート写真が大いに貢献していると言えます。彼は10日の投稿で、神と出かけていたよう、海の方に行ってマグロを食べてきた。 と報告し同じく7日に株式会社飛べに所属した神宮寺雄太25とのプライベートショットを公開しました。その中には、米粒がついた平野の可愛らしい写真も含まれていました。この投稿に対して、三宅健44は、もうご飯粒つ,つけちゃって、とコメントし、ファンからは、親友の神君と良いリフレッシュできて良かったね、二人仲良しなのも、 見ていて最高に幸せ、ほっぺにお米つけているの、かわいすぎる。などのコメントが寄せられました。平野仕様のインスタグラムの成功は、彼の人気と魅力に加えて、彼が退場後に新しいステップを踏んだことも一因と考えられます。ジャニーズ事務所を退場してからわずか2ヶ月ほどで、彼は新しい所属事務所を見つけ、独自の活動を展開しています。 これは彼のファンにとっては喜ばしいニュースであり、彼の才能と個性をさらに追い求める機会となっています。平野仕様のインスタグラムアカウントは、彼の魅力をさらに広める重要なプラットフォームとなっています。彼のフォロワー数の急増は、彼が人々にとってどれだけ魅力的で興味深い存在であるかを示しています。彼のプライベート写真は、 ファンに彼の普段の生活や個人的な一面を垣間見る機会を提供しており、それが人々の興味を引きつけている要因となっています。平野仕様のインスタグラムアカウントの成功は、彼が新たなキャリアの道を歩んでいく上での重要なステップです。彼はタレントとしての活動に止まらず、他の分野でも活躍する可能性があります。彼のフォロワー数の急増は、 彼が広範な人気と影響力を持っていることを示しており、今後ますます多くの人々が彼の才能に注目することでしょう。平野市用のインスタグラムの成功は、他の芸能人やパーソナリティにとっても示唆に富んだ事例となっています。SNS の力を最大限に活用することで、彼らは自身のファンベースを拡大し、新たな機会を生み出すことができます。 平野仕様の成功は、個人ブランドの構築やコミュニケーションの重要性を示しており、今後ますます多くの芸能人が SNS を活用することが予想されます。平野の仕様のインスタグラムアカウントは、彼のファンとのつながりを強め、彼の新たなキャリアの発展を促進しています。彼のフォロワー数の増加は、 彼の人気と影響力がどれだけ大きいかを示す指標となっており、彼が今後さらなる成功を収めることを期待する声が高まっています。最後になりますが、平野仕様のインスタグラムアカウントの成功は、彼の魅力、才能、そして独自の個性によるものです。彼はファンとの交流を大切にし、常に新たなチャレンジに挑戦しています。 彼の成功は今後も続くことでしょうし、多くの人々にとってインスピレーションの源となることでしょう。今後の彼の活躍にますます期待です。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。